そう、今日は新チームコンサートの、そう、本来なら2月にそうやる予定だったコンサートだったんですけどね、ちょっと延期になっちゃって、で今回ね武道館という本当に素敵な、そう、ステージに立たせていただいて、できなかったコンサートをさせていただけて、とても嬉しかったです。今回はね、ユニットチームから何人か選出されてのユニットがあったんですけど、私はイケメン選抜で選んでいただけて、そう、みんなでプライオリティをね披露しました。現場で見てくださった方いらっしゃいますでしょうか。かっこよかった？本当に？ここだけの話やねんけどさ、やめとこ、大丈夫、よかった、それならよかったわ大丈夫、かっこよかったならよかった。いや多分大丈夫やって、結果的に多分大丈夫やってけど、うんし、終わってから一瞬プライオリティもしかしたら、え、あれチャック開いてたみたいな、なんかちょっと事件があったので、多分大丈夫やったと思うんだけど、多分ね。いやでも、やからってちょっと改めては見やんといて。でもなんかワンチャンそれ説みたいな自分の中で浮上してた時やったの、へみたいな、もしあんな格好つけてやってたのに、もしかしてチャック開いてたみたいな別に中はね、あの次の衣装の、あのインパンっていうのかな、そう、見えてもいいやつ履いてたからよかったけどワンチャンもしかしたら、いや開いてないことを祈る、開いてて白いのがもし見えてたとしても、それは次の衣装の、そう、次の衣装のやつだから、あのもう気にしないであんな格好つけてた、いやまだ開いてたかどうか分からへんし、見えてたかどうかも分からへん神様お願いします、もう、なんかね、ゆるい。もし前もさ、ゆきりんさんの時さ、あの、ズボンのホック閉め、もし今もズボンのホック閉めてないし。もうさ、ズボンのホックってさ、今はチャックはちゃんと閉まってるよ。ズボンのホックがさ、閉まんないのよ。閉まるんだけど、大西の手が閉めてくれないの。もうほんと気をつけなきゃ、ほんとにほんと気をつけます。皆様もほんと気をつけて、ほんとに気をつけてね。ちょっとおいしいもほんとに気をつけるから、もうあのほんとにほんとに気をつけてね。ということでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？